皆さんこんにちは。今日は実況西岡明彦と解説の福西崇史さんでお送りしていきます。福西さんよろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。今日はサガン鳥栖対川崎フロンターレのカードです。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な 4-4-2 で戦うようです。攻撃力のある選手を前線に2人残しています。彼らはピッチ全体でプレッシャーをかけて相手にボールをコントロールさせないチームですね。今日のラインナップを見てどうでしょうか。そうですね、今日もいつも通りプレス主体のサッカーをすると思います。自由なプレーをさせないことにより相手の隙を突く機会も増えますからね。さあキックオフ。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。フロンターレが攻めに出ます。副審のフラッグが上がってオフサイドです。小林、大島亮太、家永昭弘、ここでスルーパスを狙う。ファールの笛を吹かれました。イエローカードは出ず試合再開です。キーパーは目で追うだけといった様子でボールを見届けることしかできませんでした。見事なフリーキックが決まりました。この選手のキックは大きな武器ですね。違うアングルから見てみましょう。ゲームは立ち上がりからの8分、先制点が生まれました。高橋秀人、フェルナンド・トーレス、小林雄三、中にスペースがあります。ここはしっかりクリアされました。中村健吾、中村健吾、前が空いている。ここで折り返したい。健吾、大きくクリアしました。ひとまず安心です。ナイスディフェンスです。小林、これは見事に奪いました。大島が読んでいました。ここは押し出します。
福田亜希斗。強く低いクロスが入った。見事に止めました。スーパーセーブです。鳥栖がコーナーキックを獲得。ボールを入れた。中に選手はいましたがチャンスにはなりません。中村健吾、大島亮太、次々にパスをつなぎます。リードしていますから焦る必要はありません。ここで勢いが止まってしまいました。ゴールキーパーが余裕を持って対処しています。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。サイドのスペースが広く空いています。中にはトーレス。このボールはタッチを割ります。スローインです。小林雄三、ここは試合を止めます。フリーキックですね。アキト、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。前に出しましたが気を抜けません。家永明弘、中村健吾。中村健吾のパスセンスは異彩を放っていますね。スルーパスは別格です。小林優、続いています。ここで大きく前に出します。なんとかプレーを切りました。このシュートは残念ながらゴールの枠。スコアは変わらず1点リードのままです。前方に運びました。金崎ムー、これはカウン…フェルナンド・トーレス。カウンターのチャンスでしたが相手ディフェンダーが戻りました。ここはよくスペースが見えていました。キーパー止めましたがまだインプレー。この位置からのスローイン、苦しい状況が続きます。フェルナンド・トーレス、ここで絡みます。入れば同点となります。キーパーの見事なセーブ。近距離からのシュートに見事に反応しましたね。ボールはゴール前へ。いいボールでしたがここはクリア。前半終了。後半は川崎フロンターレのキックオフで始まります。阿部裕之、中村健吾、ここでフェルナンド・トーレス。ルーズボールです。ボールはどっちだ。阿部裕之、中村健吾、家永明弘。中にクロスが入った。キーパーがクロスボールを弾き出しました。前半はこの選手の活躍が目立ちました。絶妙なパス。小野裕二、よく止めましたがボールはこぼれています。ここはクロスのチャンス。どちらのチームもここで選手を交代してきます。
中村健吾、阿部裕之、サイドにスペースがあります。いいクロスが中に入った。小林優が決めた。いやー、キャプテンが決めました。チームに勇気を与えるゴールになりましたね。別の角度からご覧ください。フェルナンド・トーレス、もったいない形でボールを渡してしまいました。ゲームを作るパス、またまた通ります。中の選手にクロスを入れた。ここはクリアされました。川崎がコーナーキックを獲得。選手の交代があります。得点を取るための交代と見るのが妥当なところでしょう。中に入れた。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。タッチを割ってスローインからゲームが続きます。この選手、今日はよくやっていたように見えますが、ここで交代ですか。下田北斗、これは見事なパスカットです。原川力、斉藤学、ボールはサイドの選手へ。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。ここから先入るか。ゴールキーパーがダイビングセーブ。しっかり集中できていますね。ここはフロンターレのコーナーキックです。コーナーから中へ。中央へのボールはクリアされました。斉藤学、ディフェンスが冷静に対応。小野雄二、金崎ムー、サイドへパスを出します。このボールは相手にクリアされました。中盤でボールをカットしました。タッチラインを割りました。スローインです。フェルナンド・トーレスがここでピッチを後にします。谷口翔吾、阿部裕之、今日はパスがよく通っています。選手たちにボールをつなぐ。小林優が決めた。今日はもう完全に乗っています。違うアングルから見てみましょう。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。これほどスタジアムが静まり返るのは珍しいですよね。そうですね。この試合内容では無理もないですかね。
さあスタジアムのテンションが上がります。倒れている選手がいます。肉離れでも起こしたのでしょうか。ビクトリー・バルボ、いいボールでしたがここはクリア。小野裕二、振り抜いた。このボレーは惜しくも入りません。ダイレクトで見事に蹴りましたが運がなかったですね。下田北斗、ここでホイッスル。川崎フロンターレが見事な勝利を挙げました。福西さん、やはり最終的には力の差だったり勢いの差が出てしまったという結果になりましたね。そうですね、そんなに大きな差はないんですが、それが勝敗を分ける原因